ソースは出てるんだけど、これ違うソースなんだよなっていろいろ見てたら、ボカロ曲の
千本桜だけものすごい正確にソースとか事実がちゃんと書いてあってえこれ誰が編集したんだって見たらフランスから研修してて千本桜に詳しいフランス人いるかもしれないけどさ、はい、全くいるよ。じゃあポルスタガレッジセールゴリイタリアの政治家違うキャベツさん、おい、伸びた、笑うな、
これだって元をたどっていけば立派な発明だ。はい、グノルさん。現代アパートで買ったんだ。未来アパート、未来アパート。キャノスさん。いや、そののび太くんの言いたことはわかるけど、未来の世界って普通のとはないから、旧式のことになるわけよ。高いんだよ、その。未来のどこでもドアよりも高いわけよ、そういうとって。わかんねえかな、今の土地かと同じ感じで。アモリカさん、普通の窓と迷っただけや。秘密ドアの欲しいかもしれないが、上野さん、ドアといってもいろいろありまして、ラッコかみたいな。マクロ、ゼアスさん、いや、どこでもドアノブがこれから出るから、リアクション待っててよ。どこでもドアノブを先に出せばよかったね。ドアノブをつけるとこのドアになるんだ。キヨスキャンさん。うふふふふ、ちゃんとピンクなのが家に走るよね。キヨスキャンさん。冬のみさん、ER003、 ER003 かなり初期に作られたもんだって。ま、ロビン・タイルさん、開けたことという感じですよ。おしゃべりそんな卑屈なんだよ。出さないけど、アルカさん、本当に軽い力でドアが開くノブになってるんだ。金曜に目がくらんで22席が置いていった箇所さ。皮肉なもんだな。どこでもドアって開けづらいんだ。キャノさん、いや、まあただのドアなんだけど、逆に考えてみる、逆にこれでスネ夫が自慢してたスポーツカーとかに負けたら、あいつの尊厳ぐっちょぐちょよ。ぐっちょぐちょって言うな。俺30。はい、ゼアスさん、のび太くん、ここは今からホームセンターになるんだ。人んちだぞ。はい、6人タイムさん、これはさ、そのさ、置いて使うんだよ。置いて使うからさ、普通のドアって言うけどさ、置いて使うって。違う、床が出てくるだけでしょ。アオリカさん、つつつつつつ通常のドア、普通のドア。何の会議。ゼアスさん行って、残り1投。はい、今ゼアスさん、このドアをくぐり、信代からわさびへ。せーの、パパ。ドアが普通のドアなのにな。じゃあこちら。気持ちの切り替えみたいな話なんだろうか。1分間。いや、すごい。結構期待値を超えるお題のね。ここもかなりのビッグマッチ。そうですね、カードとしてもね。かなり初戦からバッチバチの殴りの稼いで2戦目か、まあ、殴りになってますけども。はい、じゃあ6人対3。僕たちも結局歴史の目撃者の一人でしかないんですよ。はい、じゃあ行きましょう。冬のおにさん、おめえドアとしか言わなかったんだよな。さあ、どうなるでしょうか、ここは。すごい試合でした。これも決めてる、一つ目でございます。いきましょう。カンカツがいない方だから、おー、草野さん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 
思わずフレックスになったあの有名ミュージシャン完全に同等をしたんですではいきましょう、ブララ冬の鬼対金臭いボルス。あ、でもちょっと見たくなっちゃうタイトルですね。はい、一瞬ね、釣りっぽい空気もありますけどね。はい、ではスタートです。はい、まあ誰かっていうね、話ですけどね、完全に道徳見たくない。引きはすごいですね。めちゃくちゃありますけどね、まあ、タイトルは効果、まあまあ、話題のない何でと。はい、フォルスさん、あのオフィシャルヒゲなんですが、グッバイって言いながら加工に猫を蹴落としてました。自分たちも危ないのか。どこから流出するの、それ。ブララさん、クルリが岸田一人になりました。ブララさん、山形県が大塚愛に正式にさくらんぼをやめるよう通達した。産地の方から。金木さん、 XJAPAN 都市ハーメリカズルー。そんな叩かなくていいだろう。何そんなマイクが横ないことないんだ。かっこ悪くあるけどちょっと釣りだったな、見て損したな。このさ、バンクオブチキンが天体観測の PV を改めて撮り直したんですけど、あの午前2時に踏切に望遠鏡を担いでいく役を松本伊代に任せてみる。セントに入るプロに。フラさん、内田雄也がのごごご言ってるの誰も聞いてなかった。差し上げられてるな。はい、はい、さん、もう一回、もう一回って言いながら復読してた。桜井は黒井さん、小袋の君がよ。そんな高いのに投げてやる。歌うこと小袋の曲にしようマスコはね。はい、ゴスター、サチブツが自分たちのクローンを作っている。本当に道徳はない。怖い。キーキーに触れてる。ブララさん、長渕がロースローグって言いながら回転寿司でしょ。今だっていつでも大変です。アマリック20回転寿司しますか。少し背の高い。いや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 、堂々と。上野さん、一人一個の商品を矢沢と矢沢で買おうとしてた。そんなに完全に別人の設定だったんだ。ただの一人称みたいな感じじゃない。矢沢はなんて言うのを何の時しか分離してないと思ってた。失ってるというか、ね、違う話だけど。さあ、言いましょう。ブラーさんと北島三郎が鼻の穴でありようか。金木さん、残り1個。はい、金木さん、スカイピースが普通にシンナーやってた。あんまり有名ミュージャンして見たことなかったな。はい、では、あ、もうこれ残り1投前で、はい、いけるかどうか、判断しました。どうでしょうかね、どうでしょう。
さあ、そろそろ決めてください。殺した。あの、極戦のエンディングでおなじみの D51 がノーモアクライと歌いながら人の庭に塩を撒いてます。二度と花が生えなくなるぞ。あれしか知らないけど。浦田さん、天童の染みが気上位で泳がない。前列の方に座ってずっと起きてる意味わかんないクズがいる。挑発的な。石田さん、卒業式に学長は寝る喜びをしてやがってそんな立場で言ってなかった。金木さん、合宿免許は達成にバチです。有田さん、近代マグミや案内様死んで浮かんでいる。おい。1分30秒で、はい、今期かなりストレートな、そうですね、他でも様相の力が変わりされる、うん、乗り越えてね、ここで管轄が取り返せば延長戦ですね。はい、ジョンソン・ドレクさん、一元サボって空いてる教室で寝ているかなりもったいないやつが寝てて単位取れるのにね。石田さん、寝顔が良すぎて首席で卒業した人だな。そこは評価、内心が上がるんだ。そういう方であるんだ。はい、六輪タイルさん、あ、椅子座りやすいなと思ったら、あのブレインスリープがここに入ってる。めちゃくちゃ寝やすくなる、はいはいはい、寝ることに特化したね、大丈夫ですね。30秒残り1分30秒、はい、はい、ゼアスさん、もう居酒屋でやんちゃすぎて早稲田のせいにしようと思って早稲田の効果を歌ったけど、その歌い終わった瞬間に寝たのでバレてしまった。すぐ人のせいに。はい、石田さん、車輪のついたベッドが浮きかっていう。移動中もなんか。移動中も。はい、6人対応です。いや、俺東京みんなよく行くことになったんだよ。学部決まってるだろ。やっぱあそこといえば花形のフランス文学科だろ。興味ないと思う。長いしな。エモいよな。ゼアさん、アンミン先生ベッドで寝たいです。ずっと出てるやつ。アリカさん、じゃあ出席をあの本で出してくださいって言われたんで出しに行ったら、なんで起きてんのってことで、意味わからなかった。
食べてるみたいなもん。はい、石田さん。お昼になると食堂のおばちゃんが教室に来てシチューを投げつけてる。さあ、アレキさん。なんか一限前、スクールチャリが大渋滞してた。アオリイカさんってどこ行っとす。はい、じゃあアオリイカさん。枕の単位落として二流してた。必死なんだ。必死だろうな、枕。寝づらい授業なんだ。枕ね。さあ、決まったら挙手。はい、ケール、プリンタイルさん。なんか、この大学の学生たちみんな、まあ、ちゃんとしてんなと思って。将来を見据えている。今だね、まあ、大学に入るんだからね。ちょっと決まってますね。ゼフさん。オタサーの眠れる姫という寝顔が可愛い女がいる。かっこいいね。かなり姫にかかってきてたな。いい、ね、ますます眠れるね。以上。はい、いきます。管轄外の中で拍手。それ今じゃない。さあ、管轄外のね、相当、管轄外のザメキアスとか、印象的。